平野紫耀を率いる新グループナンバーアイロゴに関する騒動勃発、盗作疑惑の行方は ?5 月22日にスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所を退所し、7月7日に滝沢秀明が立ち上げた、戸部に所属した元キングプリンスへのメンバー平野紫耀と神宮寺優太。 その後を追うように、9月30日に退除した元メンバー岸優太も同事務所に合流を決めた。そして、彼らは10月15日に新しいグループ、ナンバーアを結成した。しかし、新グループのロゴに関して、パクリ、騒動が勃発している。滝沢氏が同社の公式 YouTube チャンネルで、岸の加入とグループ名を発表。その後、 平野と神宮寺、騎士は東京ドームで緊急性配信し、新グループでの意気込みを語りました。グループ名であるナンバー I は騎士が考案したとして、由来については一番を目指してナンバーワンになることと、そのためにはオンリーワンになりたいと愛にかけているようです。思いの込められたグループ名と一緒に公開されたのは N をメインにしたロゴですが、 これが2012年から活動している人気ロックバンド、ザボナズのロゴにそっくりだと話題になったんです。確かに盗作と言われても仕方がないほど酷似しています。芸能記者、ロゴが発表された後、XQ ツイッターでロゴを指摘する声が相次いでいる。ザボナズ音平の仕様などなどの新ユニットのナンバー愛のロゴに過ぎてびっくり超えてドッキリ ナンバーワイのロゴパクリ疑惑作成前に確認とかなかったのかな事務所にも問題あり、似すぎて引いたザボナズへのファンの方々は怒って良いレベル法的にも引っかかるのではザボナズの所属事務所はこの事態にどのような見解を持っているのか、問い合わせると以下の回答があった。ザボナズさんのロゴと似ていることはご存知でしょうか 従前にはなるんでしょうけれど、ただすごく似ている部分があるので今後どうするかを話し合いましょうかっていうところです。かね。なのでそれ以上、特に答えられるものがないんです。双方の話し合いはこれからということでしょうか。そうですね、これからですね。ロゴ変更の希望はございます。か。いや、こちらもこれからどうしようかっていうところなんでそれを双方で話し合っていきます。 新しい出発を切ったナンバー・アイ、ロゴ変更するのであれば、オンリーワンのものになることを願う。平野市を率いる新グループ、ナンバー・アイのロゴに関する騒動が勃発しています。この騒動は、新しいグループのロゴが、人気ロックバンド、ザ・ボナズのロゴに酷似していることが原因です。 事態を受け、ザボナズの所属事務所は今後どうするかを話し合いましょうか、と述べ、双方での話し合いを示唆しています。この問題は盗作疑惑として取り上げられており、SNS 上でも賛否両論の声が上がっています。ファンからは、似すぎてびっくり、法的にも引っかかるのでは といった声が上がっており一方で偶然の一致かもしれない話し合いの結果が注目されるといった意見も存在します。ナンバー・ I は新たなスタートを切ったばかりのグループであり、ロゴに関する騒動は彼らの新たな道のりに影響を及ぼす可能性があります。 双方の話し合いの結果、ロゴが変更されるか、あるいは問題が解決されるかどうかは不透明ですが、ファンや関係者にとっては注目すべき出来事と言えるでしょう。